キャッツクロウは、アカネカカギカズラ属の植物。南米ペルーの標高400から800メートルのアマゾン奥地に自生するツル性植物。葉の付け眼に特徴的な太い猫の爪のようなトゲが生えたツルの、寒木である。日本には禁煙種のカギカズラがあり、同様にトゲの部分を生薬、釣り藤針として用いる。一般に、サプリメントのキャッツクロウは、 この植物の根や樹皮から抽出した後関係、オキシインドールアルカロイドを有効成分としたものを指していると思われる。世界保健機関は、1994年5月、ジュネーブ会議で、キャッツクロウを副作用のない抗炎症剤として公式に認定した。キャッツクロウは、免疫強化作用を持つ、薬用植物と思われる。医薬品ではないため、効果を謳えば薬事法違反となる。 中央ペルーアマゾンの先住民族が伝承薬としていたもの。インカ時代から免疫力の向上、関節炎やリュウマチの治療に使われてきた薬草である。自然自生しているキャッツクロウから抽出した物質の中に4関係、オキシインドールアルカロイドが存在し、これは有効成分のポスに対して喫光作用がある。ありがとうございます。